なんだよ、急に呼び出したりしてさ。レアすぎない？生ラメンコインだけど。いや、着眼点そこか。ママから急に連絡来てさ、翼が女の子と一緒にいるっていう。気まぐれかよ。だってサヨリンも気になるかと思って。なんかすごい変な感じがする。夕張市のご当地キャラです。独特な感性でちょっと癖になる。はい、頑張ってください。よし、今度こそ。で、見てられない。取れた。いいんですか？ありがとうございます。嬉しい。誰に対してもガチで一生懸命になれるって、人一倍頑張ってるの見てたらさ。セリはどう思う？本当だ、楽しくてつい忘れてました。取れたやつ半分あげるから怒んなって。本当？映画楽しみですね。はい。ああ、気の毒に。でもきっとここから巻き返すんだよな。最後にヒロインが立ち直って世界中から脚光を浴びるシーンはめちゃくちゃホッとして。でもこの映画はとにかく主人公に感情移入してしまって。ああ、いえ、先輩ほどの人でもそうなんだなって思ったんです。ただちょっと頑固なところがあるのかもしれません。もっともっと結果を出さなきゃ褒めてもらえない。だったら私って何なんだろうとか。でもそれを最後までやり遂げることができる人はそうはいないはずです。あ、もちろんレベルが違うと思いますけど。ヒロインが。はい、一番好きなシーンです。僕もです。確かにお互い自前の着物持ってるのも珍しいですね。今日こうして一緒にいて話をして、もっと先輩のことが知りたくなりました。四季君は真面目だから。出した服が結構売れてさ、臨時収入入ったんだよね。まあ東京の人がちょっとラーメン行こうとか、ちょっとケーキ食べよう。テストお疲れ様会だ。どんどん焼いちゃって。早くね。うちは半生くらいなのが好きなの。牛タンのサクッとした歯触りとにじみ出る油のコンビネーション。3人ともめちゃくちゃ美味しそうに食べるな。翼知らないの？ほっ、うん、脂っこくなくてめちゃくちゃ柔らかい。生ら美味しすぎる。北海道で肉って言えばジンギスカンのイメージですけど、ごちそうメニューだと思ってました。いや、なんもなんも。羊の話をするって贅沢ですね。こんなに麺濃い子たちに囲まれて幸せもんだね。テストでもずっと学年1位なんですよね。1位？マジ？絶対見えないところで努力してるよ。すみません、先輩、失礼なこと言って。ほらほら、どんどん焼いちゃって。翼はレナ先輩と付き合ってんの？うちの番ね。お泊まりでもいいよ。という悪魔的冗談。あ、でもあれだよ、デートはしようね。私もいいんですか？もちもちですよ。そうか、もうすぐ春だ。北海道の春も。